くにこキッチンへようこそ。森の三角帽子とのコラボ企画。サラダ感覚で食べられる菜の花の酢味噌和えをご紹介します。酢味噌が酸っぱくってちょっと苦手という方にも、ひと手間加えるとサラダ感覚で食べられるんですよ。材料です。菜の花 130g、 紀北町はおいしい菜の花をたくさん栽培しているんですよ。取材に行ったこともあります。キャベツ 130g、 お醤油小さじ1。このお醤油は後ほど醤油洗いで使います。使い方はまたご紹介しますね。白味噌大さじ1、きび砂糖大さじ1、お酢大さじ1。これが酢味噌の材料です。卵1個、お塩1つまみ、オリーブオイル小さじ1。菜の花の黄色いお花を表現しようと思います。スルメイカ1枚、今回はお刺身用を使います。タコやエビなんかでも美味しいですよ。お好みのものをご用意くださいね。さあ、まずキャベツは洗って4センチぐらいかな、ざく切りにしておいてください。菜の花は少し太いところがあるので、こんな風に茎を半分に割っておくと食べやすいです。菜の花は12月が旬で美味しいんですよ。花が咲く前、つぼみのうちが柔らかいですね。では沸騰したお湯にキャベツから茹でていきます。時間差でこの上に菜の花も加えます。お湯の温度が下がっているので、だいたい2分ぐらいしっかり茹でていきましょう。茹で上がったら火を止めてざるに取ります。ざるに広げて粗熱を取っていきましょう。ざるの下にはボウルが置いてあります。さあ、醤油洗いをしていきますよ。この上からまんべんなくお醤油をかけていきます。お醤油の中の塩分が野菜の中に入り込んで、余分な水分を外に出してくれるんです。だから食べた時水っぽく感じなくなるんです。醤油の味はしません。不思議でしょ。このひと手間大事なんです。よーく混ぜたらこのまま粗熱を取ります。その間にイカをさっと茹でていきます。先ほどの菜の花とキャベツを茹でたお湯に入れて30秒ぐらいで大丈夫です。さっと茹でましょう。エビやタコを使う場合、お刺身用じゃない場合はしっかり茹でてくださいね。さあ、いり卵を作っていきます。オリーブオイル小さじ1を入れて広げます。中火でしっかり加熱してから溶き卵を加えて混ぜていきます。これで菜の花のお花を表現しようと思います。さあ、次はフライパンをきれいに洗って酢味噌を作りましょう。白味噌ときび砂糖、そしてお酢を加えて弱火で1分加熱します。こうするとお酢の酸味が飛んでまろやかになります。ただし、酸味が効いた本来の酢味噌和えが食べたいという方は火にかけないでください。混ぜるだけで OK です。さあ、醤油洗いした菜の花とキャベツの水分を絞っていきます。もう両手でね、ぐっとおむすびを握るみたいにね、絞っても OK です。
もうしっかり冷めているので熱くないと思いますが、結構水分が出るんですよ。ほら、こんなにね、余分な水分があるの。この水分は捨てます。捨てたらボウルにキャベツ、菜の花、イカ、いり卵、酢味噌を加えてよく混ぜます。酢味噌がちょっと少ないなと思うかもしれませんが、これね、ちょうどいい分量なんです。ただし濃い味が好きっていう方は倍の量を作ってもいいですよ。まずはよくよく混ぜてください。下の方からしっかり混ぜると美味しいサラダ感覚で食べられる菜の花の酢味噌和えの完成です。美味しそうでしょう。大皿に盛ってね、サラダとしてぜひ食べてみてくださいね。お試しくださいね。くにこキッチンでした。